好，那我们现在看一下第四个部分。第四个部分是疑问句的问，刚才是普通的形式的什么什么吗？是吧？然后现在问一下，就是什么什么是谁？是谁的疑问句？这位是谁？这位先生是谁？这位女士是谁的说法，一起看一下。好，这位是谁？普通的说法，この人は誰ですか？誰是表示的意思，就是谁，誰。然后です是是的意思，对吧？です是是，他最后加了，刚才说了吧，是疑问句，所以是这位是谁呢？この人は誰ですか？一起来，この人は誰ですか？好，那这位是山田先生，这位是山田先生，这位この人は山田先生，山田叫日语叫山田，先生是さん，山田さん是动词放的最后，就是です。一起来，この人は山田さんです。この人は山田さんです。好，那这是普通的形式，我们需要有时候见到，在正式场合要说敬语，礼貌的形式呢是怎么样？一起看一下。好，这就是敬语的说法。这位，刚才是この人对吧？变成礼貌的形式就是この，注意。肩，この肩。然后呢，谁也会变。刚才的谁的普通形式是誰，如果变成礼貌的形式就会变成どなた。记住，どなた。誰会变成どなた。谁？人会变成肩。注意，所以呢，这位是谁的敬语就是，一起来。この肩はどなたですか？この肩はどなたですか？好，那回答的时候，这位是山田先生。这位刚才说的这位普通的形式是この人，对吧？现在用的是敬语，所以就变成この方。この方は山田さんです。一起来，这位是敬语啊，这位是山田先生。この方は山田さんです。好，那总结一下，人这位，的位，普通形式和敬语，普通的形式就是。この人、この人、然后敬语就变成この方、这读方、この方。然后问的谁，普通的形式就是誰ですか？谁呢？然后敬语礼貌的形式就是どなたですか？好，这位和他的谁，位和谁都有他的敬语和普通的形式。好的，那我们就实际的练习一下。假设我们这个名字不知道，我问大家，请大家回答。すみません、不好意思。この人は誰ですか？この人はパクさんです。この人はパクさんです。この人は誰ですか？この人は誰ですか？この人はマーさんです。マーさんです。好，那敬语怎么说呢？敬语。如果用敬语的话，就变成この方は，对吧？この方は，然后谁怎么说？どなたですか？この方はどなたですか？好，この方はペレさんです。ペレさんです。好，看一下旁边的这个。好，怎么问？这位是谁？用敬语。この方はどなたですか？この方はどなたですか？好，这位是山田さん，对吧？山田先生。この方は山田さんです。この方は山田さんです。看一下这位，同样用敬语来问。この方は不是誰，要会变成どなた。この方はどなたですか？この方はどなたですか？他是Linda さんです。这位是琳达女士，怎么说？この方は琳达さんです。この方は琳达さんです。好，如果是普通的形式就是この人，如果敬语就是この方啊，这位啊，问谁的时候，普通形式就是誰ですか？如果是敬语就是どなたですか？好的，那第四个部分我们就结束，谢谢大家。